あなたのクラスにはこんな女の子はいるかな？常に口を隠している女の子、常に腕を組んでいる女の子、常に髪をいじっている女の子。このような癖で女の子の心理が分かってしまうんです。朝からため息？あ、お前最近彼女と別れたんだったな。なんで別れた？いや、彼女とさ、お前喫茶店行ったんよ。せっかくおごってあげようと思ってさ、こう小銭出そうとしたら、小銭？今更それ使ってんの？とか言ってもそれ以来音信不通なんだよね。おごってもらってんのに文句言うなよって話だよな。スマートじゃないって最後に振られたよ。まあまあまあ、そんな時もあるって。俺もさ、彼女とさ、夢の国行ったんだよ。で、俺が2人分のチケットを買って、もうお金がなくてよ、節約だと思って家からおにぎり握ってきたんだよ。それを彼女にあげたらよ、冷めたって言われた。おにぎりが冷めたのかなと思ったけど、違ったよ。よかれと思ってやったんだよね。伝わらないのは悲しいよ。なあ、俺たちが悪かったのか、女の子が性格悪かったのか、どっちなのか分かるか？まあ結局のところ恋愛ってのは騙し合いなんだと思うぜ。女は愛嬌を良くして男はカッコつける。そんでもって本当の自分の姿を見せたらさ、蛙化現象だっつって言われちゃうもんだからな。いよいよ恋愛のレベルも上がってきたってことだな。でもな、結局性格のいい女なんてこの世には存在しない。結局顔さ、顔だよな。女恐怖症になりそうだ。うちのクラスの女子はどうなんだろうな。今まで嫌な感じはしなかったけどな。いけるよね。マジウケるよね。なあ、お前はクラスの女子見てどう思う？ああ、そうだな。俺の偏見言っていい？トミちゃんはずっと口を隠してるところからするとぶりっ子なんだろうな。うんうん、わかるわかる。ミーミちゃんは腕組みしてるところからすると自分が一番可愛いと思って余裕ぶっこいてんだと思う。確かに確かに。おかゆちゃんはずっと髪触ってるから人の話に興味ないんだと思う。うんうん、そんな感じするな。こう見たら女って怖いな。まああくまで俺たちの偏見だけどな。まあね。あ、でも失恋は新しい恋で癒そう。なるほどね、うん、もしかしたらクラスの女子と付き合えちゃうかも。確かに。そしたらもうガンガン攻めていこうぜ。ペロリン、昨日のさ、新作の飲み物飲んだ？飲んだ。美味しかった？こいつらに自分の話する必要はないわ。この女ニコニコして絶対自分の話しないよな。この秘密主義者め。彼氏できないって言ってるけど絶対嘘だ。絶対男子、この巨乳を見てこの二人の勝負を実感しなさい。はん、ない胸を必死にあるように見せて。正直寒いわ。こいつ男子がいるからって腕組んで胸を強調してんな。やばい、私今可愛いかな？髪をベストの位置に。はいはい、お前も男に可愛いアピールしてんじゃねえよ。そんな髪いじってんじゃねえよ、しつこいな。そう、男と女は考えることはまるで違う。失恋で傷ついてしまったこの二人、過去の傷で女性に対して過度な偏見を持つ。男たちは女性への恐怖症を克服することはできるのか。どうしたの急に話って。いや、その、聞きたいものが、聞きたいものがあって。なんでそんなハーハー言ってんの？ドミちゃんってその、好きなタイプ誰？そうだな、優しい人かな。じゃあ、今付き合ってる人いるの？私、いないよ。そうなの？じゃあ、気になってる人とかいるの？いない。口を手で隠す人の癖は、嘘を隠したいとき、つまり今の質問で彼氏はいるし気になる人もいる。なんで男子ってこんな鈍感なの？
その、あの正直、あの、この二人だった、この二人だったらどっちがタイプですか？そう、本当にそう、本当にそう、そう、本当にそう、本当にそう、あの、顔じゃなくて、顔じゃなくて、性格じゃなくて、性格見てほしい、顔で、顔見てほしい。あの、その母やめてもらっていいかな？そうだな、よっちくんかな。おお、やったー、ほら、見たらお前はその程度なんだよ、バーカ。くそ、悔しいか？くそ、かわいそうなよっちくん。はぁ、嘘つくのも疲れるな。早く彼氏に会いたい。あの、ミミちゃんってさ、どんな人がタイプなのかな。まあ、ネット差し支えなければ教えてほしいんですけど。そういえばさ、隣のクラスの小林くんと仲いいんだっけ。あ、そうだけど、もしよかったら連絡先教えてくんない。まあ、全然いいよ。ってことはミミちゃんの連絡先聞いていいの。いいけど。え、じゃあちょっと失礼させていただきまして。あ、こっちじゃなくて、こっち。はぁ、色気を使って隣のクラスのイケメンの連絡先をゲットだなんて下品な女。小林くん、私も狙ってたのに。はぁ、小林くんとつながったらこいつらブロックしよう。怒ってる？全然あっていいよ。待って、そんなことないから。そうか、そうか、じゃあ聞いていい？休日とか何してるの？特に何もしてないかな。誰かどこかに連れてってくれればな。もうぶりっこすぎて見てらんない。男子はあんなのが好きなわけ？なんか頑張ってる感が寒いな。私が一番このクラスで可愛い。どうだった？正直だよ、正直全員だよ、正直全員性格良くて、ほいだよねー。男はバカな生き物である。でもさ、好きならさ、何でもよくね？何でも許せるくね？結局それ、好きになった女がタイプって感じだし、性格もタイプだよ。し、じゃあどっちが先に、春を迎えられるか勝負しようぜ。おう、のだめ宝だぜ、行くぞ。みんなはどう感じたかな？共感した人がいたらコメント欄でコメントしてね。おかえちゃんでーす。はい、みんなまだおかえちゃんでるよ。まだおかえちゃんが出てるよ。じゃあおかえちゃんの好きなタイプ聞こうかな。はい、おかえちゃんの好きなタイプね。おかえちゃんどんな男性のタイプが好きですか？背中が広い人。背中が広い人。じゃあ結構